はいどうもみなさん、こんにちは、いずこです。それでは今回なんですけども、au 自分銀行から auPAY 残高へ5000円チャージで最大2万ポンタポイントがもらえる払い出し機能とローソン銀行 ATM のキャンペーンと組み合わせれば効率的ということで、今回は au 自分銀行と auPAY についてですね、この動画では au 自分銀行を使って auPAY にチャージすると抽選にはなるんですけども、ポンタポイントがもらえるキャンペーンについてお伝えします。このキャンペーン自体は au 自分銀行を使っている方であればリスクなく参加することもできますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは行ってみましょう。ということでね、今回お伝えするキャンペーンこちらでございます。総預金残高2兆円到達記念ということで、なんかすごいですね。au 自分銀行から auPAY 残高へ合計5000円以上のチャージで最大2万ポンタポイントがプレゼントというキャンペーンでございます。さらにですね、初めて au の自分銀行口座から auPAY 残高へチャージされたお客様に漏れなく200ポンタポイントがプレゼントというキャンペーンですね。このキャンペーンなんですけども、9月の29日本日から10月31日までの約1ヶ月ちょっとのキャンペーンでございます。ではですね、キャンペーンの詳細を見ていきましょう。今回のキャンペーンですね、抽選にはなるんですけども、50名様に2万ポンタポイントがもらえる。伊藤の場合は、抽選で500名様に2000ポンタポイントがもらえるということでございます。まあ、かなりね、これを見た感じ狭き門ではあるんですけども、後ほどね、リスクなく参加する方法にお伝えします。まあ、このキャンペーン自体は、キャンペーン期間中に au の自分銀行口座から auPAY 残高に合計で5000円以上チャージするということですので、まあ、1回で5000円入れてもいいですし、分けてもいいみたいな感じかなと思います。で、チャージ方法はリアルタイムチャージとか、一定額チャージ、そして au 自分銀行チャージ。で、事前にですね、au 自分銀行口座に AUIE を登録しておくこと、ここもね、忘れないようにしてください。で、今回のこのキャンペーンの特典提供時期ということで、2021年の11月末頃予定ということでして、当選者の発表はポンタポイントの加算を持って返させていただきますということでございます。なので、まあ、当たったらラッキーかなみたいな感じでね、もらえたら嬉しいですよね。でですね、今回のこのキャンペーンなんですけども、まあ、先ほどもお伝えしたように、まあ、タイトルの中に入れてたような感じで、まあ、効率よく、そしてリスクなく参加できる方法ということで、1、2に分けてお伝えします。まずこの1番目の効率よくということなんです。ですけども、こちら au 自分銀行に入金する際はローソン ATM のスタンプカードというのを使ってですね、入金すれば効率よく参加することができます。まあ、そのスタンプカードっていうのはこちらなんですけども、ローソンの ATM を使ってスタンプを貯めようというのがですね、こちら9月から始まったキャンペーンではあるんですけども、まあ、簡単に言うとですね、ローソン銀行 ATM に行ってまあ、例えば入金とか出金を行うと。まあ、これはね、au 自分銀行を使って入金出金を行うと。そしたらですね、取引をした際に、こういったご利用明細というのが出てきます。で、そこに入ってるこの問い合わせ番号というのを使うんですけども、それを使ってですね、応募をしたら、スタンプが溜まります。で、スタンプがですね、溜まるとこんな感じです。まだね、僕1回だけトライをしてるんですけども、こんな感じでどんどんスタンプが溜まっていくんですが、これは月に1回なんですけども、そうすることによって取引をしたらですね、とりあえず10ポンタポイントがもらえます。で、さらにですね、抽選にはなるんですけども、2000ポンタポイントがもらえるっていう抽選も毎月開催されてるということですので、まあ、もしね、au の自分銀行を使って、今回のこのキャンペーンの時に、まあ、お金を入金する際は、ローソン銀行 ATM を使った方が、とりあえずね、取引しただけでも10ポンタポイントもらえるんで、なんちゃかんちゃお得だったりするんですよね。で、これに関したらですね、以前こちらの動画で解説をしてますので、まだ見られてない方、そしてやり方がちょっとね、気になる方はいらっしゃれば、見ていただければ、ある程度理解していただけるかなと思います。で、続きまして2つ目なんですけども、リスクなく参加できる方法ということで、こちら、利用しなくなった残高は、払い出し機能を利用ということで、こちらもね、覚えてますでしょうか。まあ、早い話ですね、今回のこのキャンペーンのページの下の方に下がっていただくとご覧のように au 自分銀行口座への払い出しも簡単と auPAY 残高のご自身の自分銀行口座へ自動で入金できる自動払い出しは手数料無料リアルタイムチャージと合わせてauPAY をより便利でお得でご利用いただけますということでございます。ちょっとね、これに関してはここの自動払い出しについての詳細はこちらという項目があるので、これをクリックすると、このページが出てきます。リアルタイムチャージと自動払い出しについてということで、まあ、払い出しについてはですね、ここに出てるように auPAY 残高をご自身の自分銀行口座へ入金できるサービスですということですね。もっと噛み砕いた言い方をすると、au 自分銀行で auPAY にまずチャージをすると。そしたらね、使わなくなって余ることって絶対あると思うんですよ。まあ、次のキャンペーンを待って、それまでに残高を使わず待っておくのもいいんですけれども、それを今回のこの機能、自動払い出しを使って手数料無料かつ自動で au の自分銀行へ払い出し、まあ僕の中でこれ出金と思ってるんですけども、出金を行うことが可能ということでございます。一応公式にはね、銀行にお金を入れるので入金っていう風に記載はされてるんですけども、僕の中で出金の方がちょっとわかりやすいかなと思って、ちょっと言葉を変えさせていただいております。もっと早い話ですね。実際の画面を見ていただければめちゃくちゃイメージが湧きやすいと思うんですけども、これはね、僕の auPAY の画面でございまして、ちょっと残高ほとんどないんですけども、もしここにね、1000円とか5000円とか1万円とか入ってた場合なんですが、そういった場合ね、ちょっと余ってるという時に、この左上の3本線をタップしていただくと、いろんなメニューが出てくるんですが、ここの払い出しっていうところをですね、タップすると、払い出しの画面に出てきます。口座に払い出しっていうことで、自動と手動を選ぶことができます。で、自動今選択されてるんですけども、この手動をタップしたらですね、まあリアルタイムで引き出すことができるんですけども、ここにも出てるように、手動での払い出しは手数料がかかりますということで、個人的にはちょっとあまりおすすめはしません。なので今回の新しく搭載された機能のこの自動っていうサービスを使って手数料無料で残高を au の自分銀行に戻すことができます。で、この画面をですね、下に下がったら、どれぐらいの頻度で口座に余った残高を戻すのかっていう設定を行うことができます。まあ、頻度とか金額っていうのは、基本的に毎日ってすれば、余ってればとりあえず毎日手数料無料で戻してくれるということでございまして、金額に関したら、どれぐらいね、毎日金額を払い出し、戻してくれるのかっていう金額なんですけども、これはもうほんと毎日と全額で全然いいかなと思います。で、それが設定できたら自動払い出しを設定するをですね、タップすると、こんな感じで確認画面が出てきますので、間違いなければこのまま OK で進みます。そして、あとは暗証番号を入れていただいて OK で進むと、こんな風に設定が完了しましたということで、こうなったらどうなるかと言いますと、翌日にですね、僕の場合は払い出し、au 自分銀行を使って auPAY にチャージした残高が、この次の日に、また au の自分銀行に戻ってたというような感じでございます。この自動払い出しについてはですね、以前もこちらの動画で解説をしてますので、気になる方見ていただければと思います。まあ、とりあえずね、まあ、今回ですね、この1、2を合わせて効率よく、なおかつリスクなく参加ができるということでも、んですが、さらにですね、今回は、ちょっとね、この動画を9月にアップするので、9月中に参加する場合、間に合えばですね、こちらに参加することもできます。まあ、以前こちら動画でも紹介したことがあるんですけども、au の自分銀行から auPAY 残高へ合計1万円以上のチャージをすることで、最大5万円プレゼントというキャンペーンでございます。このキャンペーンですね、9月30日まで開催がされておりまして、内容内訳としたらですね、抽選で20名様に5万円、抽選に30名様に1万円、500名様に1000円、そして3万名様に100円というキャンペーンでございます。なので、もし9月参加される方がいらっしゃれば、本日ね、動画をアップするのが9月29なんですけども、まあ、チャージする金額は変わってくるんですが、なんちゃかんじゃね、当たればラッキーな感じで参加できるかなと思います。ではですね、とりあえず今お伝えした内容、流れをですね、まとめると、まず9月に参加する方の場合なんですが、先ほどお伝えしたローソン銀行 ATM で au の自分銀行へチャージします。で、au の自分銀行へのチャージに関したら、ステージがですね、5段階あるんですけども、その自分プラス1、一番下のステージの方でも、預け入れ、入金がですね、1回まで手数料無料で行うことができます。で、そこからですね、先ほどお伝えしたスタンプがあるんですけども、一度入金のね、取引を行うことによって、10ポンタポイントをゲットする、できる、プラス、まあ、抽選にはなるんですけども、2000ポンタポイントが当たるチャンスもあると。そして、先ほどお伝えした9月中であれば、最大5万円プレゼントのキャンペーンに、1万円をですね、チャージすることによって、もしかするとこのキャンペーンで当たる可能性があるかもしれないと。この時の段階で1万円分チャージって入れればよかったですね。で、そこからですね、今回のお題でもある最大2万ポンタポイントが当たるキャンペーンに参加ができると、初めての方は200ポンタポイントがもらえる。で、これらのキャンペーンに参加した後に、まあ残高はそのまま入れっぱなしで、次の auPAY のキャンペーンまで入れたままでもいいんですけども、先ほどお伝えした使わなくなった残高はですね、払い出し、自動払い出しを使って手数料無料で au の自分銀行に戻すこともできますんで、まあ、この流れを使えばですね、かなり効率よくリスクなく参加できるかなと思います。ちなみになんですけども、もし10月に参加する場合なんですが、少しだけ変わります。一応ですね、一連の流れはこんな感じなんですけども、ここだけですね、チャージする金額は5000円ということで、ちょっとここにも5000円って入れればよかったんですけども、まあ、今回のメインでもあるこちらの2万ポンタポイントが当たるキャンペーンですね。これに参加するということでございますんで、とりあえずこの段階で5000円チャージして、そのチャージした残高を auPAY に5000円チャージすると。で、使わなくなった残高は入れっぱなしでもいいんですけども、自動払い出しを使って手数料無料で戻すということで、効率よく参加ができるということで。まあそんなことで今回は総預金残高2兆円到達記念最大2万ポンタポイントがもらえるというキャンペーンに簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ10月もね、以前動画にもさせていただいた顔のキャンペーンとかもあったりするので、なんちゃかんちゃそのままチャージした時に使ってもいいのかなというふうに思っております。もしね、またクレジットカードでチャージをされたいという方がいらっしゃれば、それはちょっと自動払い出しはできないんですけども、今回のこのキャンペーンでとりあえず現金をして、自動払い出しをして戻すと。その後にクレジットカードでチャージをして、それでキャンペーンに参加するっていう、ちょっとね、手間はかかるんですけども、還元率を上げたい方は、まあそういった方法でもありなのかなというふうに思っております。で、今回お伝えさせていただいたキャンペーンのリンクはもちろん、で紹介させていただいた過去動画についてもリンク概要欄に貼っておきますんで、また詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。